んだからね、みんなに愛のパンクロックを聞かせるね。惚れるなよ。ダメダメ。
今日で3回目なんだけど、今日でマリコは最後です。こいつはもう普通のカラオケ友達に戻りたいな。もともとそういう仲なんだけどね。仲が噂してくれてるみたいなんですけど、なんか特にあの本当に喧嘩としたとか、なんかとどうしたとかなくて、あの単にあのこいつも普通にカラオケ友達に戻りたいな。そういう関係に戻りたい。そう、一回ね。そういうことです。イエーイ。3年後にやります。イエーイ。Thank you.